はじめにクラブを代表しましてアビスパ福岡株式会社代表取締役社長川森隆より本日ご来場の皆様にご挨拶を申し上げます。本日ご来場の皆さん、今日も本当に熱い声援ありがとうございました。3月8日から始まったこのシーズン、ホーム最終戦まで本当に魂のこもった熱い声援で私たちここまで戦ってこりました。チームを代表いたしまして深く御礼申し上げます。ありがとうございます。今日この場を借りて一つご報告と御礼がございます。昨日までスポンサーの皆様の社数が990社でございました。昨晩の夜、最後の1枚のお申し込みのファックスをいただきまして1001社を達成できました。あと激戦を残す一戦となりました。福岡市民の皆様、岐阜に来れる方がいたらぜひ来ていただいて最後のもう一押しをしていただきたいと思います。ありがとうございます。最後にアビスパ福岡は市民クラブでございます。高島市長をはじめ福岡市の皆さん、そして後援会 AGA サポーターの皆さん、本当にお一人お一人の力でここまでやってきました。最後までチーム一丸となって戦い抜きますので応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今日は悪天候の中、本当に多くのサポーターの皆さんにスタジアムに足を運んでいただき本当にありがとうございます。最高の雰囲気の中で試合ができました。ありがとうございます。皆さんの熱い声援のおかげで今日も勝ち点3を取り上げることができました。ありがとうございます。また今シーズンもう1試合残っておりますが、1年間本当に熱い声援、チームが調子悪い時もいい時もパワーを送っていただきましてありがとうございます。改めてお礼申し上げます。まあ、ただ我々もう1試合実戦再実戦が残っています。現在3位以内、プレーオフ圏内は確定しています。ただ我々チームとしては今自動昇格の2位以内を狙っています。あと23日の岐阜戦、必ず勝って自動昇格という目標を達成できることを信じて最後までいい準備をして戦いたいと思います。ぜひ皆さんも一緒に戦ってください。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。また1年間どうもありがとうございました。そしてチームをまとめてくれた中キャプテン城久保久志選手よりご挨拶いたします。ファンサポーターの皆さん、今シーズンも大きな声援どうもありがとうございました。目標にしている J1 昇格までもう少 し, 少
少しのところまで来ています、自分を信じ、そしてチームメイトを信じ、そして今までやってきたサッカーを信じて、最後にみんなで奇跡を起こしましょう。続きまして、今シーズン限りでユニフォームを脱ぐ。